レミア暫定順位表がなんかよくわからん事態になる。プレミアリーグ第10節の途中経過。直近3試合で勝ち点落としまくってるアーセナル。アーセナルとして2勝ってしまうボーンマスとは一体。ボーンマスさん、アーセナルとして2勝つなんてすごい。お中元送りますね。今日の引きは見るに耐えない試合内容だった。今季のプレミアは結構波乱多いな。マジで想像すらつかない。フォレスト強すぎ。今季のフォレスト勝ちなんだ。フォレスト3位が浮上したん熱いな。明日のビラもチェルシーも勝てたら CL 圏争いが面白くなりそう。密かに勝ち点を積み上げてるボーンマスにもちょっと期待してる。ブライトン勝ってれば暫定3位でマジで意味わからない順位表完成したのに。マンシー結局アルバレスみたいに前線からしっかりプレスかけてくれる選手どう見ても必要だろ。悔やまれるのはブライトンが勝ちきれないところかな。試合後半に失速する展開は見ててちょっと萎える。パーマーの調子さえ維持できればチェルシーやると思うんだけど。テンハグ解任になったことだし、俺は弱い方のマンチェスターが這い上がってくるって信じてる。115もあることだし、その時代もいよいよ終焉の時か。